お疲れ様です。今回はちょっとね、初の試みでございます。こういったシリーズは今まで私もやってこなかったんですけども、最近ご縁を持ったね、リラクゼーションサロン和願瀬さんが滋賀県にビジネスの今日構えているということで、私のいる広島県との比較をしてみました。比較って言ってもね、どっちが優れていてどっちが劣ってるみたいな偏差値みたいな比較ではなくって、それぞれの違いをここでね確認してみようという、それだけのものでございます。早速行ってみましょうか。広島県の人口276万人でございます。で、滋賀県はその半分、140万人ということですね。はい、面積はというと、広島県が8477キロ平米に比べて、滋賀県は琵琶湖がありますんでね、その半分、4017キロ平米です。だから人口と面積とがちょうど半々になってるって感じですかね。ご覧のように広島県っていうのは瀬戸内海がやっぱありますんでね、ほとんどが陸地に見えます。で、滋賀県はど真ん中にやっぱり琵琶湖を抱えてらっしゃいますんで、琵琶湖の産業もねきっと素晴らしいものだと思いますけども、私もね琵琶湖大橋はね何度か渡らせてもらいましたけども、やっぱりね思い出す風景が結構ありますね。はい、じゃあそれぞれの特色、産業からちょっと切り抜いてみましょうか。広島県は製造業が盛んです。もちろんね、造船ですとか鉄鋼っていうのもあるんですけども、造船業、製造業ですね、主には。で、レモンの栽培が盛んですね。それから山の方に行くと筆とか琴、琴っていうのはこういうことです、楽器の琴、琴ね。で、なんとね、半導体産業、広島県盛んなんですよ。最近何かと話題に出ます半導体ですけども、実はね広島県半導体産業がかなり盛んということでございます。で、滋賀県は実はクレープの産地っていうことをねあまり知られてないんですけども、クレープぐらいどこにもあるんだろうと思いますけども、どうもクレープが有名みたいです。で、これもあんまり知られてませんけども、製造業が全国一なんですよ。これ多分滋賀県にお住まいの方もあまり意識してないと思いますけども、とにかく製造業の町なんで、いろんな方がね大切な商品を作ってくださったりとか、中小企業でねネジとかパイプとかそういった細かい部材を作っていただいているところに日本産業の礎があるわけですよ。滋賀県の皆さん本当ありがとうございます。きっとね琵琶湖をこう交易路としてあっち行ったりこっち行ったり、そういった動きも盛んなんでしょうね。で、次、お土産です。広島県といえばやっぱりもみじまんじゅうです。昔からねお笑いの B&B さんがもみじまんじゅうみたいなギャグで広めてくださったんで、ダントツでもみじまんじゅうです。もみじまんじゅうならどこに持って行っても喜ばれますし、私たち広島県民も他の土地に行くときにお土産に困りません。はい、で、滋賀県はなんとね琵琶湖サイダーって感じでね、シュワッとサイダーです。さすが琵琶湖っていう名前をつけるだけあります。つまり広島のもみじまんじゅうを手土産に琵琶湖サイダーで一杯やればいいお茶の時間ができるってことですね。はい、で、有名人それぞれたくさんいるんですけども、広島はね綾瀬はるかさんと吉川浩司さんぐらいを出しとけば、私みたいな年代にはね気づいてもらえるかなと思います。まだまだいるんですよ。で、滋賀県は山崎まさよしさんね、山崎まさよしさん九州の人かと思ったんですけども、単なる私の先入観でした。そして田原総二郎さん、朝までなんとかテレビね、ジャーナリストでございます。こういう人がいるよってことです。はい、で、最後に宣伝です。リラクゼーションサロン和願瀬さんが滋賀県にいらっしゃいます。9月17日ねライブ放送するぞってことで、現在チャンネル登録8名いらっしゃる、13本の動画が出ています。この YouTube チャンネルがこれから充実していくと思いますので、今のうちに和願瀬さんの朝のライブ放送でコメントを書いていただければと思います。今なら読んでくださいます。でもファンが増えるとコメントを追っかけていくのが大変になってくるんで、スーパーチャットをね出す人しか読んでもらえないようになると思いますよ。じゃあ今回は広島県と滋賀県を比較しつつ、リラクゼーションサロン和願瀬さんをちょっと紹介させてもらいました。その他にもねいろんな共通点がありますので、ここから先はちょっと AI に回答してもらいましょうかね。それじゃあお疲れ様です。
歴史や文化的なつながりを紐解くと、意外な共通点やご縁が見えてきます。地理的な共通点、内陸部と瀬戸内海に面する地域を持つ、滋賀県は琵琶湖を中心に内陸部が広がり、広島県は瀬戸内海に面した地域が広がるという共通点があります。水に恵まれた土地、滋賀県は琵琶湖、広島県は瀬戸内海という大きな水域を持つため、水運が盛んであり、水産業も発達しました。歴史的なつながり、古代からの交流、古代には、畿内と西日本の交通の要衝として、両地域は重要な役割を果たしていました。仏教の伝来と発展、仏教は、古代に朝鮮半島を経由して日本に伝わり、両地域でも盛んに信仰されました。多くの寺社が建立され、文化の発展に貢献しました。戦国時代の武家、戦国時代には、両地域から多くの武将が登場し、天下統一を目指して戦いました。江戸時代の商業、江戸時代には、両地域はそれぞれ独自の特産品を持ち、商業が盛んでした。文化的なつながり、祭事、両地域には、それぞれ特徴的な祭事が多く存在します。例えば、滋賀県の近江神宮大祭や、広島県の宮島厳島神社の例大祭など、地域住民の信仰心を象徴する祭事が数多く開催されています。食文化、琵琶湖の魚介類や、瀬戸内海の海産物など、水産資源を生かした食文化が共通点として挙げられます。また、米や野菜など、農業によって育まれた食文化も共有しています。伝統工芸、両地域には、それぞれ独自の伝統工芸品が存在します。例えば、滋賀県の彦根屏風や、広島県の宮島錫子など、歴史と文化を伝える工芸品が数多く存在します。近年のつながり、観光地の相互 PR、近年では、両地域の観光地同士が連携し、相互に PR を行う取り組みが活発化しています。経済交流、産業構造の変化に伴い、両地域の企業間の経済交流も盛んになっています。まとめ、滋賀県と広島県は、一見すると異なる印象を持つかもしれませんが、歴史や文化的なつながりを紐解くと、多くの共通点やご縁が見えてきます。地理的な条件や歴史的な背景、そして人々の暮らしの中で育まれた文化は、両地域を深く結びつけています。